得体の知れぬ異界のもの、天狗の伝説をご存知ですか？赤い顔に長い鼻、うちわのようなものを持ち、修験者のような姿をした人間からかけ離れた得体の知れない異界のものであり、各地で伝説が言い伝えられています。その中でも有名なのが、源義経が平家を討伐するために天狗から魔術とも呼ぶべき兵法を教わったというもの。その一方で、天狗は人間味あふれる一面を垣間見せることもあったと言われており、こちらの絵には大きな酒瓶を持って空を飛んでいるものの、重さのせいか低空飛行でより世俗的で親しみやすい姿として描写されています。天狗に見られる意外な一面、世の中には私たちの知らない世界がまだまだ広がっているのかもしれません。